はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもね、スチーム実況チャンネルと、そして、神宮寺三郎夢の終わり、実況ご覧いただきありがとうございます。前回ね、ちょっと夢の終わりに、まあこれまでの人物相関図を見ながらまとめましたけど、いかがだったでしょうかね。今回は西山総合病院と、新宿の街でね、室岡武と対決する神宮寺が見物って言ってましたよね。はい、まああれも、まあ5動画か6動画、まあどれだけ続くかわからないですけど、またちょっとまとめたいなと思った時にああいうの挟んでですね、より楽しんでもらおうかなと思っております。はい、引き続きお願いします。はい、では神宮寺パートやりたいと思います。まあ陽子パートをやってますけどね。はい、捜査に行き詰まりかけた頃、ラジオのニュースで PC デイトは新種の麻薬であったことを知った。はい、ささささ、どう展開するかですね。まあ神宮寺三郎が本筋みたいな、メインストーリーみたいな感じですからね、多分主人公だから、まあそこを多分重点的にね追ってると思うんですが、まあまあいろんなパートができるのがこのゲームの面白いところですよね。はい、ここまでの経緯たどっておきましょう。永田裕香の失踪に関して調査を始めて3日目、 PCD のメモと裕香につきまとっていた川島という男の2つに重点を絞り、俺は調査を続けてきた。その2つとも裕香の失踪と結びつけることはできず、ああそうそうそうだったな、調査は暗所に乗り上げかけていた。その時意外なニュースが飛び込んできた。 PCD は新種の麻薬であるというニュースだ。ユカの失踪と麻薬 PCD、ユカが残したメモに書かれたその PCD がどんなものなのか、俺は監視課の三好に会って話を聞く約束を交わした。かっこいいな。はい、4月20日朝ですね、7時50分。はい、いつもより早く目覚めたと。さあ、ヨドバシ署で PCD に関する話は聞けると。俺は身支度を済ませ、見慣れた場所、事務所を見渡した。じゃあ見ますか。あー、関係ない関係ない。タバコ、そう、とりあえず朝のタバコはうまい。うん、肺の奥まで煙を吸い込む。朝一番、お、めっちゃ言うじゃん、そのままのセリフ言うじゃん。朝一番のタバコはうまい。陽子くんがいるときはあまりいい顔はされないが。なるほど、じゃあさっさと出ようか。陽子くんが来ない間にPCD に関して新たな進展がある。そう考えると気持ちが高ぶってくるのが分かった。まあ確かにね、進展がしないかなと思った時に飛び込んできたニュースですからね。まあそれは胸高鳴るの分かるわ、高鳴るの。手がかりがつけないそうな今、進むべき道がおぼろげながら見えてきて。はいはい。じゃあ移動しましょうか。これどこが撮影場所なんでしょうね。なんかそれも、知りたいですよね。まあ実際こういうところは新宿西口の本当の場所ですけどね、神宮寺事務所はどこをモデルにしてるのかとかね、そういうのも知ると面白いかもしれん。百貨店とバスロータリーが目に入る。ここから三好がいる淀橋署までは歩いてすぐの距離だと。でもこれだから20年前の新宿だから、まあ多少古い、光景になるのかもしれないな。うん、まあまあそれはいいとして、じゃあとっととヨドバシ署に向かっちゃいましょう。いよいよ PCD に関する話が聞ける。何かが変わるはずだ。確かにな、これまで大学とね、事務所との往復が続いてたから。俺はヨドバシ署の正面玄関前に立った。ついに PCD の正体がわかる。失踪したユカが残したメモに記された PCD の文字、そして新種の麻薬に警察が命名した PCD の名前、この符号の一致がユカの手がかりを与えてくれる。俺はその答えがこの建物の中にあると考えていた。よし、俺は期待を込め入り口に続く階段を上り始めた。この玄関を再びくぐるとき、俺が知り得ているのは一体何か。うん、確かに、何を三好さんは教えてくれるんだろう。ここはヨドバシ署の受付だ。ここから熊さんがいる刑事課や三好が常駐する監視課に行くことができると。はいはい、じゃあ監視課に行きましょう。いよいよ監視課、なんかすっごい期待を持たせるコメントだなこれ。いよいよとか期待が高鳴るとかね。はいはい、
ユカの思想に関わる何かがつかめるかもしれない。俺は監視会に向かうことにした。なんかもう修学旅行前の気分、遠足前のね中学生みたいな、小学生みたいな感じですよ。なんで中学生やめて小学生って言ったんだよ。はい、監視課のドアを開けるとそこには白衣を着た三好がいつものように立っていた。ああ神宮寺さん待ってました。さあこちらへどうぞ。うお、何この音楽。俺は三好と向かい合う形で座り、早速本題に切りかかった。神宮寺さん、単刀直入に聞きます。 PCD って言葉どこで知ったんですか？じゃあ俺の方から知っていることをすべて話そう。その後三好が知っていることをすべて教えてくれ。わかりました。まず俺が PCD を知ったいきさつだ。俺はある依頼者に失踪した肉親の捜査を受けた。捜索を受けた。失踪した人物は永田由香、文英大学の定性科学研究室の研究員だ。失踪前夜、彼女がこのメモを見て深く考え込んでいたとの証言が取れている。PCD？ ああ、俺はこのメモが失踪に関わっているものとして調査を始めた。昨日神宮寺さんが訪ねてきたのはそれですね。だが PCD というものはこの世には存在しなかった。昨日までは、だ。俺の話はこれまでだ。さあ三好、次は君の番だ。わかりました。なんか、三好さんかわいいな。数ヶ月前から都内各地で若者を中心として新たな薬物が出回っているとの情報が入りました。若者を中心として、なるほど。今までの暴力団ルートや海外ルートではないこと、都内に限った地域限定であることが今回の事件の特徴でした。そうか、じゃあ組織といっても小さい組織なのかもしれないな。数名の常習者たちを逮捕することができたんですが、それでここ数日の間に常習者たちは次々と死んでいったんです。それでもこれまでは正式な調査がなされていなかったようです。昨日署に拘留中の男が同じ症状で死亡したため、すぐに解剖を行いました。採取された麻薬を解析した結果、その成分が分かりました。それが PCD。はい、ペンタクロロドルシエン。まさしく神宮寺さんが昨日想像したものだったんです。PCD は覚醒作用が高く、ぶり返しの反動がない分人気があったようなんです。あ、そうなんだ。ただこれには落とし穴があって、麻薬としては最悪の性質を持っていたんです。重度の中毒になった人間が急に投与をやめると、極度の禁断症状でショック死を引き起こしてしまうんです。怖っ。じゃあもう重度の中毒だったんだね、三浦圭一は。つまり中毒患者は一生投与を続けないと死んでしまうと。まあそういうことです。ただし投与量を少しずつ減らせば回復の可能性もありますが。なるほど。じゃあ今永田由香がやってるのはそれかな、投与量を減らす。ただ現段階では成分が分かっているだけで製法までは分からないのです。ですから今逮捕している数人の常習者たちは、今ある薬がなくなってしまうと死んでしまうというわけか。となるとブローカーを捕まえ製法を聞き出すしか他に方法はないわけだな。ここだよ、室岡武史だ、室岡武史。ええ、その通りです。神宮寺さん、その永田由香さんは何かを知っているはずです。上に報告しますから、警察の方でも捜索に力を入れさせましょう。そうしてくれると助かる。中毒患者というのは何人ぐらいいるんだ？都内全部合わせて逮捕したのが16人で、そんないるんだ。でも今朝までに7人が死んでしまいました。16分の7。ブローカーの行方は？熊野さんが追っていたらしいんですけど、逃げられちゃったみたいです。でも時間の問題ですよ。熊野さん顔写真を手に入れたそうですから。あのバカップルのおかげで写真手に入れたんだったな。私が知っているのは大体そんなところですね。
ありがとう。かなり役に立ったよ。へえ、こっちこそ。そうだ、三好。昨日の瓶の鑑定はできたか？すいません。昨日はそれどころじゃなくて。出来次第連絡入れますね。あ、まだわからないのか。川島がね、それをしていたかどうかわからないですよね。で、行方不明のままですからね、川島。行方不明というか、大学には来てなかったですからね。瓶の鑑定はもう少し待ってください。出来次第連絡しますから。あ、じゃあ、この回の熊のパートでは、永田由香を発見したのは、病院に、発見して病院に連れてったのは熊野さんなのかもしれないな。ひょっとしたら。ここは禁煙だ。三好の長い説教を聞かせられる。何かお話ししましょうか。何かお話ししましょうか。聞く？あー、さっき聞いたやつか。あー、なるほど。はいはいはい、一緒か。持ち物なんか持ってたかな。あー、これだけか。これなんだが、PCD、 それだけしか書いてないですね。確かにな。じゃあもうこれでいいのかな。ちょっと見よし見ようか。今日はいつもは見せない真剣な雰囲気を漂わせ。いつも真剣じゃないんかい、三好さん。警察より前に PCD のことを知っていた俺に聞きたいことはいろいろとあるのだろう。なるほど。あ、もうこれだけか。話は大体聞いた。もうこれ以上聞くことはないだろう。どうするんだ、移動かな。受付。ありがとう、三好。十分参考になったよ。また何かあったらお話聞かせてください。ああ、またそのうち。俺はそう言って鑑識を出た。あ、結構粘らなくてもよかったのか。死と背中合わせの快楽。永田由香はどのような形で PCD とかかっているというのか。確かに。周りの風景は俺に何の感情も与えてくれない。俺の頭にあるのは三好から聞かされた話だけだったと。どうするんだろうな。クマさんに会えるのかな。ちょっと刑事課行ってみようか。はい、クマさんいるのかな。クマさんはいるだろうか。見る。顔見知りの刑事が数人デスクワークに追われていた。顔見知りなんだな。もうすごいな、神宮寺。探偵のくせに警察とめっちゃ知り合いがいるっていう。じゃあ小林に聞くか。そこに見えるのが熊さんの机だ。熊さんは、よう、神宮寺じゃねえか。あー、小林さんか。どうも。彼は小林警部補。長年ヨドバシ署に勤めるベテラン刑事だ。どうした、神宮寺。熊さんならいねえぞ。どこへ。さあな、確か病院に。あ、もうこの時点では病院に行くっていうのがあれなのか。じゃあ永田由香入院してるんだな。病院に行くとかなんとか言ってたな。なんだ、また余計な事件に首突っ込んでるのか。いえ、別にそういうわけじゃないですよ。どうでもいいけど、邪魔すんじゃねえぞ。わかってますって。お、ちょっと敬語使うんだ。最近どうです。なんかすっごいざっくりした質問するな。最近どうです。ファッツニューって聞いてるんだよね。ファッツニュー。どうですってなんだ。どうですってのは。怒られてるじゃん。仕事の調子を聞いただけですよ。なーに、貴様、俺様に警察情報をリークしろって言ってんのか。わはははは、は、冗談冗談だよ、神宮寺。マジになるなって。めっちゃ笑ってる。そうだな、特に変わったことはねえな。お、そうだ、交通課にな、えれえかわいい巡査が配属されたんだよ。おお、見てみたいもんだね。神宮寺、ちょっと連れてってやるから、今から見に行かねえか。いや、俺は、いよいよ陽子くん一筋なので。
チェつまんねえな、お前女に興味ねえのか。いやいや、だから、よくあ、そうだ、刑事課にも新人が来たぞ。おーい、野田。あ、野田さんね。ちっ、いねえ、あいつもクマさんと一緒に病院行ってんのかな。彼とは一度会ったことありますよ。うん、確かに。なんだ、そうか。暗くて不愛想なやつでな。その言い方。お前と一緒だよ。ちった俺さんみたいに社交的になればいいのに。社交的じゃないんですか。うん、そういうわけじゃないんだが、すーぐ自分の殻に閉じこもりやがるんだ。うん。おっと、お前みたいのとくっちゃべってる暇はねえんだ。じゃあな、神宮寺。結局何も得られないっていう、その女の子が見たくなるだけ。品種が合うんだ。女の子を見たいな。受付に向かった。俺は受付に戻ってきた。周りの風景は俺に何の感情も与えるぐらい。さっき読んだな。見ようか受付。関係ないですね。外ですね、これは。三好には十分話を聞いた。俺はこの情報を、あとはこの情報をどう料理するかだ。俺はそう考えながら日差しの強くなってきた外に足を踏み出した。もうだいぶ朝9時ぐらいになったってことかな。このケース、ヨドバシ署では十分役立つことが聞けた。PCD の正体が麻薬である。その事実は、ユカの失踪と麻薬が何らかの形で関わりがあることを物語っていた。なるほど、ここでタバコ吸おう。ユカと PCD という麻薬。ユカの失踪に関連があるのはほぼ間違いないだろう。間違いない。そうか、これ陽子パートやってなければここでね、ユカが PCD を製造してるという風に推理してたんだろうな、多分な。どこ行くんだ。病院に行きたいんだけどな。あ、そうか、陽子さんがなんか教えてくれるから、ここで電話するとか、そういうことかな。それか事務所に行くか、どっちかだな。俺はもう一つ小さな手がかりを持っている。その場所へは西口方面から行くことができる。え？小さな手がかり。麻薬というか、俺はこの2つのキーワードに共通する男を思い浮かべていた。あー、川島か。あー、そうかそうか、川島に会いに行くのか。なるほど。やっぱり文英大か。三好に話を聞いた今、一人気になる人物がいた。文英大学で床に好意を寄せていた川島という男、確かにな。麻薬と床という符号に一致するのは彼しかいない。まだ時間は早い。俺はこれから文英大学に向かってみることにした。なるほど。まあ、教室前で増田さんに聞こうか。まあ、そう都合よくいないのかな。いないか。じゃあ自分自身が一番 PCD 製造で怪しいと思っている大森さんのとこ行こう。大森さんのとこ。ここはユカが通っていた、定常科学研究室の前だ。駐車場で川島に会えなかった俺は他の場所も調べてみることにしたと。うん。お、人の気配がある。珍しい。今日は誰かが研究室に入っているようだ。まあそれは大森だろう。ユカではないわ。その可能性は高いな。他は大森が担当する定性科学研究室などだから。じゃあノックしようか。ノック、移動か。誰かいるなら話を聞きに行ってみよう。研究室に関係のある人間ならユカに関する話は聞けるかもしれない。お、中に入るのって初めてじゃないか。あ、こんな立派な応接室があるんだ。強烈な薬品臭が出迎えてくれた。この部屋に入るのもユカからの相談を受けに来た時以来だ。誰？神宮寺です。突然すいません。こんなところまでいらっしゃるとは、相当急な話のようですね。実は PCD のことについて。
神宮寺さん、私いませんでしたか？ PCD なんてものは実在しな…実在したんです。てんてんてん。俺は今日ヨドバシ署で三好から聞いたことを話し始めた。確かに今までは PCD は存在しなかったこと、誰かが新種の麻薬として開発したこと、禁断症状が激しいと死に至ってしまうこと、現に何人もの人間が死んでいること、助けるためには PCD が必要なこと、そしてなぜかユカが PCD のメモを持っていたこと。大森は俺の話が終わるまで黙って聞いていた。驚きました。まあそら驚くわな。なぜ永田さんはそんなメモを持っていたんでしょう。そこで大森さん、あなたに専門家としての意見を伺いたいのですが。わかりました。そういう事情なら仕方ありません。話がわかるな大森さん。ただ今急ぎの論文を書いている最中でして、手短にお願いします。ええ、その論文とは PCD のことについてじゃないんですか。ああ、お気取りがとう。はい、おっしゃってください。怒られたわ。聞く。ニュースのこと？昨日のニュースはお気になりましたか？いえ、ごめんなさい。そのことは今日初めて知りました。そうなんだ。ゆかさんについてですが。何か進展ありました？いえ、今のところまだ何も。そうですか。まあ自分の教え子だからな。今まで本当に知りませんでした。神宮寺さんにその言葉について尋ねられて初めて知ったんです。しらばっくれているのか本当に知らないのか、どっちだ。ところで大森さん、川島という人物をご存知ありませんか。いえ知りませんが。知らないのか。PCD 以外の麻薬について何かご存知ありませんか。そうですね、私も新聞ぐらい読みますから、いくつかの名前程度は知っています。科学を研究なさっているならそういったものを身近に置いてあるんですよね。あら神宮寺さん、私を疑っているんですか。いやとんでもない、参考意見を伺っているだけですよ。確かに薬品庫などにはエーテルやトルエンなども置いてあります。でも大学のような研究機関じゃ管理が厳しくて持ち出すことなんかできませんよ。まあ普通そうだよな。別に大学とかそういうことに限らず持ち出せないだろう。病院とかでもね、厳しそうだし。論文をお書きになっているとおっしゃいましたね。ええ、再来月に研究学会で発表するものでして、もうあまり時間がないのです。なんか言ってたな、増田さんが確かなんとかの定理のほんならかんたらって言ってたな。マーフィーの定理、クーフィーの定理だったかな、忘れたけど。どんな論文なんです。すいません、それはちょっと神宮寺さんを信用しないわけではないのですが、発表するまでは伏せておきたいのです。神宮寺さんね、言いふらすっていう。ああそれは失礼しました。何でもぶしつけに聞いてしまうのは探偵の悪い癖でして。もし私が大森さんに作ってくれと頼んだら作れるものなんでしょうか。まさか、成分がわかるのと製法がわかるのは別物ですよ。まあそうだよな。ねえ、例えばねえ、なんか大根人参とかそう野菜を持ってるからといって料理じゃあできるかって言ったらね、できないですもんね。製法を研究するだけで何年かかることやら。まあそうだろうな。めっちゃ笑顔になった。心当たりがない。ゆかさんはどんな研究をなさってたんですか。あーグーファーだ、そうだ、グーファーの定理上でのアルデヒド還元反応の考察というのが彼女のテーマでした。説明しましょうか。いやー結構。ところでそれは PCD と関係はしませんよね。ええー、もちろん。まあまあ、ゆかも怪しいということだな。あ、まだ聞けるんだ。どれだろうな。そんなに大きなニュースだったんですか。
何人も死者が出てますし、しばらくはマスコミもネタに困らないでしょう。私研究中はテレビは消しているもので。永田さん今頃どうしてるかしら。大変なことになっていなければいいんだけど。大変なことになってるんだよ、もうかわいそうに。でも PCD を生成した人はきっと相当研究したはずですよ。真っ当な医薬品だったらかなりの特許が取れたでしょうね。逆に言うと PCD を作った犯人は相当な科学の知識を持った人間ということになりますね。そうですね、私など及ばないほどのね。怪しいんだよな大森さん。まあ自分が怪しんでるから全てそう聞こえるだけかもしれんけど、私の知っている名前に川島という人はいませんね。少なくともこの大学から薬品類が盗まれたなんてことは一度もありません。管理者の私が言うんですから間違いない。そうか、大森さん管理してるのか。麻薬がどれだけ害をもたらすか科学に携わるものならよくわかっているはずです。はっきり言ってしまえば麻薬をやる人間なんか無知を証明しているようなものです。なるほど。神宮寺さん警告しておきますけど、タバコも一種の麻薬なんですからね。言われちゃった。まあ確かにな。グーの音も出ねえっていうのはこのことだな。そら点点点だわな。一体どんな人が作ったんでしょう。聞いたところによると今までの暴力団ルートや海外ルートじゃないそうです。全く新たな組織あるいは個人。自分はね、新たな組織としてまあヤクザ組織と政治組織を挙げてましたけど、どうなんでしょうね、個人の場合もあるのか。個人ね、でもこんだけ死者が出て規模が大きいのを個人でやるか、ちょっと考えにくいですよね。聞き尽くしたかな。やはり科学を研究する立場からすると麻薬が広がっている現状は悲しむべきものがありますね。まあそうなんだろうな。一部の麻薬は自然界にもともとあるものです。そういった意味ではいくら取り締まってもこの世からなくなるものではないでしょうが、ないのでしょうが。すいません、長々とお付き合いいただいて。できれば手短にお願いします。もうだいぶ聞いたぞ。同じことになってきたな旦那。彼女がいなくて私の方も困ってるんです。永田さんには私の研究の手伝いにもやってもらってましたから。神宮寺さん、何か手がかりが見つかったらすぐに連絡してくださいね。お約束します。川島のことは知らない。もうよろしいんですか。もういいだろう。もう結構です。ありがとうございました。ありがとうございました。見よう。まあうんざりするだろうな。確かに。論文作成を中断された馬はその色濃くしてきた。じゃあおいとましますか。本当にお忙しい中申し訳ありませんでした。俺はそう言ってすでに机に向かいかけている大森に別れを告げた。まあまあ相手してもらった方ではあるよな。確かに。なぜ由香は知ったか、そこが謎だよな。確かに。じゃあもう一回あれかな。じゃなくて、そうかそうか。そうだな。増田さんがいないか。じゃあ図書室で司書のとこ行きましょうか。お、よくお会いしますね。覚えていただけましたか。何かお探しですか。今日はちょっと人を探してまして、川島という男性をご存知ありませんか。は？川島さんですか。さあちょっと私の知り合いにはいませんね。まあ中退してるからね、生徒じゃないから無理でしょう。その川島さんという人が何か。いえ、ちょっとした知り合いなので挨拶でもしておこうかと思いましたね。挨拶って
ていう名のボディーブローをかます、神宮寺。その川島さんという男は永田さんの知り合いでもあるんですが、私もそう永田さんのことを詳しく知ってるわけではないので、すいません、やっぱり思い当たれません。結構ひななもんでしてね。それともう一つ、図書館にいい話し相手を見つけたもので。それ私のことですか？ふふ、お上手ですね。まんざらでもない表情。こんなところでおしゃべりしてて大丈夫なんですか？あなたのように静かに話されるなら少しは平気でしょう。なんて私が言っちゃいけませんよね。かわいい司書さん、名もなき司書さん、かわいいな。関係ないかな。川島はいないと。あなた学生さん？新たな人だ。謎の親父かと思った。管理人さんみたいな感じか。大学職員か。いえ違いますが。アポは取ってんの？アポは取ってるのかって聞いてんのよ。わあ。まあここは取ってあるとしときましょうか。はい、科学科の定性分析研究室の永田由香さんとお会いする約束を。ほう、そうでしたか。科学研究室なら図書館の先だよ。あ、場所は分かります。一人で大丈夫ですよ。場所は分かりなんか神宮寺と切り替わってなかったな今。じゃあ用事が済んだらうろうろしないで帰ってくださいよ。それだけかい。お、ふと元来た道を振り返った時、一人の学生の姿目に入った。おお、新入りだ。小弟川島のことを尋ねてみるとするか。ちょっといいかな。え、いきなり申し訳ない、ちょっと尋ねたいんだが。え、何？よくこの場所に来ている川島という男を知らないかな。川島？ああ、それっていつもここでドラッグやってるやつのことでしょ。ああ、もう有名人なんだな。知ってるのか？いやー、名前までは知んないんだけどね。いつもここでフラフラしてる男って言えばあいつしかいないよ。今日見かけたりはしなかったかい？珍しく昨日と今日は見かけなかったよ。いつも毎日来てたやつなのになんでだろう。毎日？いつも誰かがここを通るとじーっとこっち見るの。なんか不気味なの。昨日もいなかった？いない。そうなんだ。ところでおじさん誰？探偵って言ったら信じる？うっそー、すごい、なんか事件なの？冗談だよ、実はサラ金の取り立てさ。なんだ、でも納得、あいつむちゃくちゃな生活してそうだもんね。川島に関して何か他に気づいたことはないかな。そうだな、あいついつもこの場所でドラッグやってんだよ。ああ、聞いたことがある。その話は有名なのかい？一部ではね、昔誰かを殴ったとかなんとか噂だけどね。川島がやってたのなんて麻薬か知ってる？そこまでは知んない。なんかこの大学に好きなやつがいて、それで毎日来てたとか聞いたことがあるな。まあゆかのことだな。好かれた女も迷惑よね。私知ってるのはそんなもんだけど、役に立った？ああ十分だよ。おじさんサラ金で働いてんでしょ？じゃあ金持ち？社長はね、俺はしがないサラリーマンさ。なんだ、情報提供したからおごってもらおうと思ったのに。ちょっとチャラいな。もういい、私友達と待ち合わせしてんだ。もう情報提供のお金もらえなかったらそっけないな。ああ引き止めて悪かったね。早いとこあの男使うといいね。現金のやつだな。
そう言ってその女子大生は立ち去っていった。毎日来てて、でも昨日は来てなかったのか。外に出たんだけども、お、俺が門の方に目をやったとき、視界の片隅にある人物の姿が映り込んだ。お、いいね、あれは中年男性、出た、謎の親父だ。あの男は確かに一昨日見かけた男と同一人物だ。何をしてるんだ。怪しいよな、あの男。どうするんだ、何をしてるんだ。移動かな。あの音が気になる。このまま見過ごすと後悔しそうな気がする。中年男性、あれ何をするんだろう。なんかポラロイドカメラみたいなのあったら撮るんだけどな、写真。何をするんだ。あの男気になる。話しかけてみるか。そう思い、俺はその男に話しかけてみることにした。どうしました。うまっ。誰かを探しているようだけど、大学に何か。俺が一瞬電話に気を取られた隙にその男が走り出してしまった。怪しいな。ちっ、こんな時に携帯が鳴るなんて。はい、神宮寺先生、陽子です。ゆかが見つかりました。あ、ここで知らされるんだ。なるほど。俺は陽子くんからの連絡で永田ゆかが緊急入院した病院へとやってきた。電話では詳しい話を聞くことはできなかった。ゆかが見つかった、そのことを伝えた陽子くんの声は同様に震え、俺はこの病院の住所を聞くのがやっとだった。とにかくこの病院の中に入れば何が起こったかわかるはずだ。そう考え、俺はゆっくりとその白い建物を見上げた。西山総合病院、来たね。神宮寺君、熊さん、一体どうしたんだ。彼女の身に何かあったのか。神宮寺君、まず結論から言う。永田由香は発見されたが中毒症状を起こしている。中毒症状。最悪だ神宮寺君。症状は麻薬によるもので、しかも先日発見されたばかりのこいつだ。あ、もうこの薬瓶あれじゃん、川島のそのままじゃん。まさか PCD だ。発見があと少し遅れていたら危ないところだった。しかし状況が最悪であることに何ら変わりはない。そうか、熊のパートやったら見つける経緯もわかるのか。なるほどな。陽子くんも来ておる。一度病室に顔を出した方がよかろう。詳しい話はそれからだ。なるほど、それからか。はいはいはい、あれ固まった。麻薬による中毒症状。そんな彼女を目の当たりにした陽子くんやミキのことも気がかりだ。どういう感情なんだろうな。話はそれから、そういったクマさんの言葉が妙に引っかかった。俺は病室へと向かった。病室はロビーからすぐの場所だった。しかし俺にはひどく長い距離に感じられた。さあ入ろう。あたりの静寂がひどく悲しいものに感じられた。今の俺には現実から目をそらすことは許されない。ここでムービーになったんだね、陽子の時は。あ、ムービーだ。一緒じゃん。ドアを引き開けた瞬間、俺の背筋は凍りついた。ベッドの上の永田優香、何かに怯えるような彼女の目。その時俺は PCD という麻薬の恐怖を肌で感じていた。
そうか、実際神宮寺は PCD 患者を目の当たりするのは初めてだもんな。それが永田由香っていうことだからきついよな。薄暗い病室、ベッドの上には布団に埋もれ由香が横たわっていた。そしてそのそばではミキがおえつの声を漏らしていた。すすり泣いている。ベッドに横たわる由香に性器は感じられない。なんてことだ。陽子くん、俺はその時初めて陽子の存在。ちょっと神宮寺も動揺してるんだな。まあそらそうか。陽子くん。先生、詳しいことは俺がクマさんから聞いておく。君はミキについててやってくれ。はい。今は何を言っても気休めにしかならない、そんな気がした。いずれにせよ俺にはかけることが思いつかなかった。そうか、もうそっとしておいてやろう。ああ、まあ意外と優しいんだな。そっとしておいてやろう。そうか、ミキ話せられないよな。お、彼女にかけるべき言葉は何も思いつかなかった。一緒だ、陽子と。もうそっとしておいてやろう。今俺にできるのは次の行動を考えること。ここにいても仕方がない。いや、本当は悲惨な現実から目をそらしたかった。それだけなのかもしれない。だが俺はここで冷静さを欠くわけにはいかない。確かに。重い足取りで病室を後にした俺は、事の真相をはっきりさせるため再びロビーへと向かった。クマさんから事情聞くか。しばらくの間、俺もクマさんも無言だった。いや、言葉が出なかったという方が正確かもしれない。悲惨な結末が俺には許せなかった。クマさん、ひどい話だよ。これひどいでいいのかな？違うな。なんだろうな。なぜこんなひどいことをせにゃならんのだ。むごいか。むごいだな、多分。クマさん、聞かせてくれないか。永田由香が発見された時のことを話してくれないか。ああ、彼女は川島五郎という男の…え、ふわ、今鳥肌立った。川島五郎という男の自宅で発見された。川島五郎、やつが何かしでかしたのか。君は川島を知っておるのか。永田由香を捜索中に接触したことがあるんだ。由香に思いを寄せていたらしい。もっとも由香の方は迷惑だったようだ。なるほど。実はな、遺書が発見されておってな。遺書？川島が？いや、遺書を残したのは永田由香の方だ。まだ正式な発表ではないんだが、川島と永田由香は無理心中ということになっておる。ああ、そういうことなのか。無理心中？え、実は由香は川島のことが好きだったってこと？発見したのは大家だ。発見当時川島はすでに死亡。腹部に刺さっていたナイフが致命傷だったようだ。あ、死んだんだ。しかも腹部に刺さっていたナイフって、そういう死に方か。永田由香の方は PCD の過剰投与で死のうとしていたらしい。え？なるほど。ということは、川島を刺して自分も PCD で死のうとしていたと。遺書には永田由香自身が PCD を作ったこと、それが元で川島に譲られていたことが記されていたそうだ。PCD のことだが、少しずつ投与の量を減らせばやめることもできる。クマさんは確かそう言ってたよな。だったら彼女死にはしないんだろ。確かに彼女は一命を取り留めた。しかし現時点では PCD の製法がわからんのだ。しばらくは川島や他の連中が使用していた PCD の処置が可能だが、それももってあと1週間。それまでに製法が判明しなければ確実なし。要するに製法を知ってる人間を探し出さねばならない。なければならない。そういうわけか。ああ。今分かっとるのはそんなところだ。
あー、そんなところか。だが今容易に考えることができる。 PCD の製造殺人、やっぱり製造したものがキーポイントになりますね。まあ大森ぐらいしかもうねないですけどね、登場人物の中で。まさか増田さんがっていうね、そんな感じではない。自分の予想では水色にしてたぞ増田さん。少なくとも俺の知り得る彼女はそんなことができるような人間ではないはずだ。川島が由香に好意を持っていたという話は聞いたが、ゆすっていたというのは初耳だな。それに川島の精神状態を考えると、そんなことをしていたというのもまあ不自然だよな。どうにもどうしても腑に落ちない。いやー、これやっぱりなんか組織が働いてんな。多分そうさせる。だから遺書もね、わからないですからね。なんか陽子パートの時にね、直筆じゃない筆跡鑑定してるみたいなこともあったから、わからないですもんね。ん？あ、なんか動かなくなったぞ。なんでだ？あ、関係ない。熊さん、頼みがある。何かね。現場を見せてもらえないか。ああ、そういうことか。俺にはその話がどうも下せん。仮に誰かが仕組んだことなら、そいつを探し出せば製法に関する手がかりが何か得られるかもしれない。そういうことだな。わしからも頼むよ。こいつはわしの勘だが、 BCD に関係している以上、話はそう簡単じゃある、じゃない。そんな気がするんだよ。なんだこの音楽すごいなんかあれですよね、カサスの最後の5分ぐらい流れる、なんかこう真相が分かった時に崖の上で流れる音楽。捜査の目は永田由香の無理心中に向いておる。つまり PCD 製造の容疑と殺人の容疑を彼女にかけようとしているということになる。まあちょっと強引な感じするな。ここまで積み上げてきたものが今なくなりかけている。だから頼む神宮寺君、捜査の方向性を今一度正すためにも無理心中以外の可能性を導き出してほしい。ミキちゃんたち姉妹を救えなんだと諦めたくはない。あ、救えなんだか救えなんだと諦めたくはない。ずいぶんらしくないこと言うじゃないか。彼女を知る誰もがそんなことを思っちゃいないさ。彼女は違う。俺は彼女の名誉のために今は最善を尽くす。きっとそれが彼女の命を救うことにもつながるはずだ。神宮寺君。はい、というわけでちょっとね、この後現場に行ってまだね、室岡武のケルナグールがないのでちょっと長くなりそうなので一旦ここで切りますかね。はい、じゃあ川島宅に行くのかな。はい、そんな感じですよね。はい、じゃあ、次回の神宮寺三郎ご期待ください。いやー、なんか話が面白くなってきましたね面白くなってきたってちょっと不謹慎かもしれないですけどね、なんかこう永田由香の容疑を晴らすみたいなね感じになってきてますよね。はい、また引き続き、はい、やりたいと思いますので次もご期待ください。では、ジンユーロサブ、あ、まあそれはいいかユーロでした。バイバイ。